飛行する模型オーニソプターオーニソプターとは鳥やコウモリ、翼流、昆虫のように翼を羽ばたかせることによって飛ぶ航空機のことである。日本語では鳥型飛行機、羽ばたき式飛行機、羽ばたき機などと訳されることもある。航空士の黎明機に開発された飛行機械は大半が鳥のように羽ばたくものであった。かつて 人類が目にした自由に空を飛ぶものといえば鳥や昆虫であり、こうした生物は羽ばたき飛行を行っている。ゆえに、人々が飛ぼうとするとき、羽ばたきを選んだのは、ごく自然なことだった。しかしながら、鳥は単に翼を上下させているのではなく、翼自体を変形させつつ複雑に羽ばたくことで、揚力と水力を同時に得ている。 当初は鳥の飛行の原理が十分に理解されていなかった上に、鳥の羽ばたきを機械で模倣するのは技術的にも困難であった。また、人力か動力のいずれにしろ、パワーウェイトレシオが不足し、なおかつ羽ばたきに耐える強度を持った翼を開発できなかったため、オウニソプターによる飛行の試みはことごとく失敗に終わった。気球が発明された1783年以降も、 それに始まる、蛍光空気の発展とはあまり関わりがなく、作られ続けるが、19世紀前半に、ジョージ・ケイリーが揚力と水力を分離する固定翼機、つまりグライダーの技術を考案し、あとに1903年、ライト兄弟がそのグライダーの応用による、有人動力飛行を実現させると、オーニソプターの開発は、下火となる。現在のオーニソプターは、小型の模型で、 ゴム動力やバッテリーで駆動するものがほとんどで、ラジコン操作で飛行場の鳥を追い払うために使われているものもある。一方、エンジンを用いた人間を搭載可能なオーニソプターの研究もいくつか行われているが、まだ実用化には至っていない。オーニソプターの語は、古代ギリシア語で鳥を表すロニュイータ、ニュシータの語感、ニュイオタシータマイナスと、 古代ギリシア語で翼を意味するパイタウィープシュロン導入から派生した設備ゴプターの複合によるもの。羽ばたき機自体の歴史は15世紀頃まで遡ることができるが、オーニソプターという語が初めて確認されたのは1908年のことである。この頃にはすでにライト兄弟により固定翼機が発明され、羽ばたき機の開発は下火になっていた。 したがってこの語は一種のレトロニムである。ダヴィンチによる人力オーニソプターのスケッチデーゲンのオーニソプターで、不老夫の人力オーニソプターリリエンタールの動力オーニソプター以下は、オーニソプターをテーマとするフィクションである。ありがとうございます。